こんばんは、菅原バーへようこそ。番組をナビゲートする菅原です。そして今日もこんばんは、きよみです。こんばんは、かなこです。はい、今日も3人で、はい、行きたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、すっかりね、秋の、風が吹いてきて、うんうん、だいぶ涼しくなってきたんですけど、うん、まあ秋冬になるといえば、うんうん、やっぱりいろいろなところから情報を得てですね、うん、ファッションを楽しみたくなるんですけど、うん、どんなところから情報を得てますか？私は、まあ、雑誌、あと、うん、まあ、インターネットとか見て、なんか秋冬になるといろんなもの探したくなりますけど、うん、そうですよね、はい、結構今だと雑誌でスタイリストさんとか結構特集されて、なんか参考にされてる方とかも多いんじゃないかななんて思ってますよね。まあ、その今清美さんから出たスタイリストさんっていうところを注目をしまして、なんと有名スタイリストリタさんとのコラボをいろいろ紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、リタスタイルという題で、菅原バールを進めていきたいと思うんですけど、まあ、リタさんといえばね、本当今雑誌では有名な人気の、はい、スタイリストさんですけど、こういったあの本も出しているんですよ。こちらの本もすごい出して人気ですよね。だいぶ読んでますよ。そうなんです、ちょっとなんか売れまくってすごいですお客さんでもすごい知ってる方も多いし、私たちもあ、このリタさんっていう感じで初めてご紹介された時にすごくね、知ってもね、存じ上げておりまして、はい、はい、なんかね、本当にベーシックで長く使えて、よりいいものっていうところを、コーディネートして紹介してくれてると思うんですけどね、はい、そうですね、はい。まあ、今日は制服ですか？そう、ちょっと制服みたいに着てるこちらなんですけど、はい、そう、早速ね、こちらね、リタさんがコラボで、バグッタ、イタリアの有名なシャツブランド、はいはい、そうですね、のシルクブラウスなんですよ。で、ね、結構ね、男子は好きだと思います。あ、本当ですか？これいい感じですよね。さっきキャッツアイ、キャッツアイみたいなね、やっちゃうよみたいな。誰ですかみたいな。やっぱり、姉と妹みたいな。もう一人ねみたいな。でもね、このシルクのやつは、はい、実はもうこの春夏出てたモデル、バンドカラーで、これがね、コットンだったんですよ。はい、それで、ね、はい、シルクに変えたことでこの光沢とね、とろみとすごくいい感じに出てるんですけど、私ちょっと前入れてこう出したりして、はい、私はもう前インしなくても、はい、パンツと合わせても程よい丈感で作って、丈が絶妙にいいんですよね、絶妙ですね、うん、素敵で、はい、で合わせてるのが私たち PT のパンツ でこれがホリーがリタさんがこういつもコラボなさっている、モデルなんですよ。 PT トリノのホリーっていうモデルです、うんうん、そうなんです、ホリーがすごく推奨してこれを、展開なさっていて、オイルがこのブラウンがすごく素敵、大人ですね、すっごい、これももう皆さん素敵、ね、ウール100、ウールですね、こちら、はい、ですごく履きやすいですし軽いので、毎日履いててもストレスフリー、ちょっと細身なんでどうかなと思うんですけど、はい、意外とちゃんとし、こうゆとりもある感じにも履けますので、はいはいはい、すごく人気があるデザインです。うん、はい、で、かのこ入ってる方はね、これは PT トリノデニムの、はい、モデルになりまして、メンズでも大人気のブラックデニム、はい、でこれも春夏一度ご紹介してるんですけれども、ブルー のデニムで春夏はご紹介させていただいて、それもすっごく好評だったんですが、今年はこの秋冬、ブラックデニムで、ね、もうストレッチめちゃめちゃ効いてますよね、はい、すっごい履きやすいんですよ、めちゃくちゃ履きやすいです。ブーツにね、そうやってインして履くんですよ、はい、そう、でこのほらシルクって今どうしてもこういう状況で着ていくとこないじゃんみたいなこともよく店頭でお話にもなるんですけど、なんかあえてこういう風にデニムで合わせちゃったりすると、いつものコットンシャツじゃなく、こう とろみのあるものを女性っぽくも着れるし、なんかやっぱり気分、こう秋なんで買いたいって時にすごくいいですよね、カジュアルに着てあげるのもすごくいいです、そうなんです、はい、まあ、このシャツはね、ぜひ一家に一台です、そう、はい、おすすめです、はい、そしてそうなんです、はい、そしてそのままですね、こちらタリアトイレのコートなんですけど、はいはい、このね、色と風合いが可愛い、ちょっと私着てみていいですか、はい、これね、テディベアみたいな、はい、クマさんみたいですよね、これはね、結構毛並みもクリッとしてるんですけど、よいしょ、こ
それで私38着てます。ちょっとゆるっとしたシルエットですね。ゆるっと着た感じでもなんかあのモコッと見えない。そうなんですよ、大きく見えないです。それでこれはフェイクだからポリエステル100で、あのそんな重たくもないでしょ、ね、1つだけボタンついてるから止めてもいいんだけど、結構ねちゃんとあったかいです。軽いですしね。そう、はい、軽くて、はい、で脱いで手で持っててもらってもなんかストレスフリーな感じなので、ヌートのこの長さのあるものを着ようと思うと、重たさとこう持った時にちょっとね負担になるんですけど、すっごい気兼ねなくパッと羽織って出かけられるので、これをデニムで着てもいいんですけど、このねホリにぜひブラウン流れ合わせる、ちょっと靴までちょっとこういうブラウンにしちゃうっていうのは大人コーデかなっていうおすすめ。まあ、このコートはなんかこうパンプスで履いてもいいし、ブーツで履いてもいいけど、なんかスニーカー、普通のね、そうです、スニーカーとかでもちょっと着崩してももらえるモデルなので、ね、これもすごくおすすめです。あとかなこね、黒い方、これブラックで毎年人気なんですよね。これはメンズもね、こういうのね本当に人気ですよ、やっぱりね。何にももうこうボタンも何にもないタイプ。ボタンもないの。ちょっとガンっぽくね羽織る感じで、こうパサッとこう結んでもらう。あら、かっこいいでしょ。ちょっとキャッツアイですまたそればっかりですよ誰だって。素敵なんですよ、はい、でも着ただけで本当にパッと素敵にエレガントにはまる。ま、ね、だけどちょっと今回みたいにデニムで合わせてもらって、これ全然ほらブルーデニムとかでもいいと思うんですね。あえてダメージのある、ね、はい、デニム合わせてもすごいかっこいいので、カシミヤも入ってますので、ちょっとこれはなんかこう冠婚葬祭とかでも使えるから、ブラックフォーマルですね、ね、持ってくと、そういいやつ欲しいっていう人はね、やっぱり店頭でもすごく聞かれて、はい、大人気で、着丈もいいですよね。着丈もすごくちょうどいい感じです、はい、あと最後がね、はい、ちょっと私もう一枚着てますね、はい、すいません、はい、こっちの方がもうね、うん、私たちがありがとうございます、はい、すごくおすすめしてます、はい、こっちはジュン、テディベアとは違う感じで、うん、そうなんです。これがダブルになってて、シャギー感すごい素敵なんですけど、これアルパカコンですね。そうですね、また色がとっても素敵で、ま、同じブラウンでもちょっともうちょっと赤みがかかったようなブラウン、ダークブラウンすぎないので、なんかこう女性らしさが出てて、だけどこう、あ、素材感もすごい、そう、襟とかこれほら、このピークドラペル、アタリアトーレ、ザタリアトーレってね、ところがもうこれってかのこと2人で気に入ったのでこれですって感じ。なかなかレディースでここまでピークを攻めてる。そうなの。いや、いないと思うんですけど、ぜひ来てほしい。ぜひ来ましょうっていうので、これやってみました。はい、でこれも、ね、一押しです。はい、まあ、ここでこうベルトとかもあるし、でももう本当パッて羽織っただけでいいと思うんですよ、これ。かっこよくね。はい、で中もちろんデニムも合うし、あとこれも本当にあったかい。もうあったかい。基本は。女性、あの、あったかいのありますかみたいに来るので、素敵です。で長さもこれだけあるから、私身長結構ありますけど、この長さってなかなかないと思うので、でも小柄な方来ても素敵でしたよ、すごく、おすすめです。まあね、メンズも今本当に長いのがちょっと出てきてますから、そうなんですね、はい、でこういう毛足の長いのもね、ちょっと出てますので、いや本当かっこいいと思います。どうですか。いや、さすがね、まあ、リタさんが提案しているのに、このタリアトーレも合わせてますけど、でもかっこいい女性って、今なんかこうこのコロナ禍で、リラックスとかカジュアルが、ある中で、こういうかっこいい女性って、やっぱり我々男性は大好きなので、そうですか、ぜひですね、このかっこいい女性をですね、視聴者の皆さんぜひ目指していただければなと思うんですけど、まあ、こういうかっこいい女性とデートするなら、このリタコーデとデートするなら、これがいいんじゃないかなっていうのをちょっと僕考えてみたんですよ。あ、そうなんですか。いいですね。なんでちょっと着替えてきていいですか。あ、ぜひ、はい、はい、お願いします。お願いいたします。はい、それでは誠さんがですね、リタスタイルに合うメンズコーデを考えたというので、そろそろお着替え終わったみたいなので、読みますか。ではどうぞ。じゃん。おどう
ぞって恥ずかしい。いいですね、どうぞね、登場しました、こんな感じで、うん、はい、かっこいいです。リタさんどうですか。このゴールドジップの輝きがセクシーですね。そうそうそう、ちょっとこのゴールドジップをこう引き立たせるために中は黒、うんうん、そして意外とシンプルですけど、どこのブランドなんですか。そうそう、で全身紹介しますと、はいはい、こちらがエンメティの、ブラックスウェードゴールドジップの、ユーリですね。素材変わるとすごい、ね、かっこいいんですよ、はい、全然違う。それに、フェデリの、定番のウールニット、それに、PT のデニムですね、ちょっと密かにちょっとこの子が変えてるのがつながるじゃないですか。そこに、今年イチオシのリドフォールドの、ブーツですね、こちらのブーツを合わせて、シンプルなんだけど、実はねちょっとこう清美さんが着てる茶色のこうコーデを入れたり、はい、あとはやっぱりこういうクールな女性を引き立たせるためにジャケットじゃなくて、それもちょっと抑えめなスウェードのエンメティのちょっとほら、ちょっとかなこも寄り添って、あれこれ手とかやっちゃってどうですか、どうですか、こんな感じいいじゃないですか、ちょっと、はい、なんでまあこのぐらいの方がちょうどリタさんと、うん、はい、引き立てるってことね。そうそうそう、やっぱりね、こういうジャケット着てバリッとしちゃうと、そう、ね、男の人バンよね、うん、女性を立てる怖いじゃないですか、やっぱりね、やっぱタリアトーレ PT バグったっていうところに、うん、こう少し緩くリラックスした感じ、うん、素敵ですね、はい、お二人のことを考えたスペシャルコーデ、素晴らしい、ありがとうございます。もちろんリタさんのことを考えて、はい、いいと思います、はいはい、今回は、はい、リタスタイルと題して、うん、リタさんのコラボコーディネートを紹介してきましたけど、うん、いかがでした、はい、すごい良かった、ね、で男女でこう、ね、いろいろこう合わせたりするのも楽しいと思うので、うん、さりげないこう、ね、つながりを持って、ね、はい、カップルで来られるのもいいかななんて、そうですよね、はい、まあ、弊社メンズレディースと共にやってるんですけど、うん、はい、同じようなブランド、うんうんうん、要はタリアトーレ、今回バグった PT に関しても、うん、メンズもあればレディースもある、うん、これですね、実はカップルで来ていただくと、うん、一緒に食事してても、話題に今日PT、うんうん、今日タリアトーレとかって会話ができると思うんですよね、うん、はい、でまあ、同じブランドを着てると、非常にこの会話も弾んでいくと思いますので、うんうん、楽しいですよ ね、うん、でお互いの好きなところっていうのが似てくるっていうのも、ね、非常にいいと思います、ね、うんうん、はい、ぜひぜひですね、うん、この後も菅原屈伸の、オンラインサイトをチェックしてください、うん、はい、そしてより詳しくという方は、菅ズームの方も行っておりますので、うん、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、うん、はい、菅ズームの登録方法がわからないという方は、菅原バールバックナンバーでチェックできますので、うん、そちらもチェックしてみてください、はい、それでは、はい、この辺でお別れしたいと思います、はい、それではまた、チャオ。チャンネル登録お願いします。お願いします。